AKB48 の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。渡辺さん、お話をお伺いしたいので、こちらにお戻りください。はい、よろしくお願いいたします。そしてこちらには、優先音楽優秀賞、西野カナさんにお越しいただきました。受賞おめでとうございます。ありがとうございます。まず西野カナさんは今年で8回目の優先音楽優秀賞受賞となりますが、これは女性ポップス部門では最多記録です。優先ファンの皆さんに一言お願いいたします。ありがとうございます。本当にいつも応援してくださる皆さんのおかげです。本当リクエストしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。西野さん、来年10周年ですからね、はい、感謝の気持ちを込めた曲ということで、はい、ありがとうの気持ちをいっぱい込めて今日渡せていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。さて続いては AKB48 の皆さんにお話を伺います。今回 AKB48 の皆さんに歌っていただいたのは11月のパンフレット、こちらは渡辺舞さんの卒業シングルということなんですよね。11年間 AKB48 に在籍して現在23歳、人生の半分ほどを捧げてこられましたが、今の気持ちはどうですか？そうですね、もう残り少ない時間となってきましたので、メンバーと一緒に過ごせるのも一つ一つの時間を大事に過ごしていきたいなと思います。寂しくなりますよね。でもね、みんなこうやってお話聞いてると寂しくなるよね。すっごく寂しいんですけど、短い時間なんですが思い出作りたいと思います。そうだね、卒業したらなんかやりたいことあります？そうですね、卒業したら、今までできなかったこといろいろたくさんあるんですけど、例えば運転免許とかはまだ取ってないので、取りたいなって思いますし、あとはそうですね、恋愛禁止だったので恋愛とか、そうですね、恋愛もぜひなんか機会があればドキドキしちゃいますよ、ファンの方レアリスト梅沢さん、何かこんな男はやめときなというアドバイスありました？それはね、はっきり申し上げますけど、はい、私みたいな男は気をつけなさいよ絶対ダメですか？いや、そうしましたねそんなことないですよ、どうして梅沢さん、いいアドバイスいただきました、はい、ありがとうございました。それでは準備ができたので西野カナさんに歌っていただきましょう。手をつなぐ理由